一体どこでしょう？こんな感じだね。とりあえずですね、XSR 1号のリンクを外してみました。はい。で、見るとね、オイルシール、リップは全部、ちゃんとこう、なってますね。はい。これちょっとずらしてみますか。で、私、ここの、このニードルが、ベアリングにこの樹脂のこう、あれがこうついてるんですけど、それがこうはみ出してたりとかね、切れてね、そういうのがあったりとかありましたけどね、WR とかなんかあった気がしますね、うちで見たやつも。はい。あと、ここに1個、スイングアームの方にもこれ1個あるんですけどね、はい。CB125R は、こういうプレートじゃなくて、フレームのところに、で、こう、ピュって出てるやつね。この字型のやつ。それで、あとこれ、この、あれでやってますよね。こっちはこういうやつでやってで、外側にこうグリスがね、はみ出してるんですけど、リップはね、乗ってるところがあるんですが、乗ってないところもあるんで、グリスがね、見ると。一箇所乗ってるんですけど、こっち側乗ってないとかね。面白いですね。はい。ですので、まあ、これちょっとグリス乗ってね、戻しますね。はい。だからまあ、CB、ホンダに関してはね、何も乗ってないっていうあれだから、まあ、それよりはね、まだっていう気もしないでもないですけど、どうなんですかね。反対側。あ、反対側全然乗ってない。これあれかな？どっち、どういうあれなんですかね。まあ、そんなにね、大したことじゃないっていうね、大したことじゃないです。はい。で、これが要は、まだ新車なんであれなんですけど、長い年月経ったらどうなるのかとかね。そう。まあ、そういうところが、こう、気になる部分じゃないですか。ね。まあ、どれぐらい乗るのかっていうのはもちろんね、わからないんですけど、その人その人によって違いますからね。はい。で、あとこれが、まあ、いろんな人の手をね、乗り手変えて、そして最終的に、ね、何年も経った時にどんな状態なのかとかね。こっちもあれだね。片側はなんかグリスが乗ってるのに片側乗ってないんですよ。どういうあれなんですかね。やり方。どうやって入れてるんですかね。グリスがついてる側やると、まあ、ある外側にね、はみ出してるね。で、反対側は全然グリスが乗ってないんですよ。面白いですね。リンクのね、作り方も違うしね。このヤマハのタイプだったら、このリンクのね、このプレートだけ変えればいいでしょ。そうすると、車高落とせるじゃないですか。ホンダのだと、こうなってる、この字型のやつを作んなきゃいけないから、ちょっと手間かかりますよね。あっちの方がね、もし、ローダウン用のリンク作ろうとしたらね。そしたらこれ戻しますね。そう。このグリス塗ったの。このボルトには。これでしょ？で、これもそうですね。面白いですよね。面白いですね。で、リアホイールのシールは大丈夫。155、これは大丈夫。125、新車、国内仕様でしょ？125は。内側に入っちゃってね、ひどいね。その差は何なんですかね。だんだんと完成度上がってるんですか。でも、これ長いからね、作ってから。155はもう何年経ってます？かなり前ですよね、発売になったのね。で、ステップとか外したんで、ステップのこのペダルとかの、それを外して、ちょっとグリス塗ってますけどね。あんま乗ってないですね。はい、まあ、一応グリス塗ってあるんですけど、ほんのちょっとしかね、乗ってない。こんな感じですよ。だから、本当溝のところに、綺麗にた、っていうかね、いっぱい乗ってないとね、グリスが入ってないと、最初。ずっと乗ってる段階で、こう、痩せて、少しそのグリスが抜けてくるっていうのは分かるんですけど。新車の状態とかね、あと点検とかね、そういった時に。忘れてました、これどうやって外すのか。これどうやって外すんだっけ。 あれなんて思ってたんですけど。こうですよね。で、これが残るのね、最後ね。そうなんですよね。はい。
で横こう大きいここまで外れるのね。で後ろまで外してでこれ外して、うん、なかなか大変ですよね。でドライブレコーダーをつけなきゃいけないんですが、どうしようかな。横に入れられるかと思ったけどちょっと厳しいですかね。あこでもここカバーが来るからね。そうでもこことかスペースあるんで、まあ、ここら辺にちょっとね、いざという時しかそのディスク抜かないということであれば、まあ、ここにちょっとつけて、うん、そうすればこのカバーも外せばアクセスできるんでね、うん、っていう感じです。 ETC はさすがにしょっちゅう抜いたり入れたりするかもしれないから、ちょっとこれはもうねバッテリーの上あたりですかね、入んないですよねこれね。そう、そういうの入れるとこないんですよ、うん、スマートメーター、何ですか、スマートモニターみたいなのだったらもうハンドルにそれほらつけちゃうから、ハンドルっていうかね、ハンドル周りにつけますよね。だからまあいいんですけど、そうじゃないこうモニターなしのやつの場合はね、どっか中にしまうっていうのが普通ですよ。からここかな。あ、ちなみにこれエアクリーナー、これ点検するのこれですからね、外すのこれですからね、交換とかめんどくさいですよね。めんどくさいですよ作りね。そんなことないですかね。やっぱりあのどのバイクもね一長一短ありますね。これはやりやすいけどあれはちょっと厳しいとかね、うん、そういうのはあるんですよね。はい、これね、フレームかっこいい。でここは鉄なんですけど、後ろのこのスイングアームへの字型って何て言うんですかね、これ ね、ホンダだったらガルアームですかね。ヤマハの場合何て言うんですかね。これの場合はアルミ、あ、違う、これはアルミなんですよ。後ろはね、アルミスイングアームなんですよね。ここもアルミだったらね、溶接したんだ後ろね、ボルト止めじゃないんだよね。ってことはやっぱりここ曲がっちゃうとね、もうフレームごとってことですよね。そうか、はい、ということでですね、ちょっとリンクをね見ましたけど、なかなかあのヤマハの場合はでもな、そうですね、まあ、何でもそうですけど、最初にこうやってねやると長い、あと何年、5年後10年後差が出てくるかなと思ったりもしますけどね。どうなんですかね、はい、まあ、こんなことをねやってますが、はい、なるべくね効率を考えると触らないのが一番いいのかなと思わないですか。ね、新車だしっつってね、バッテリーつないでね、ガソリン入れてね、かけて、ね、あとネジの緩みとかないかな、大丈夫だね、うん、でタイヤの空気入れて透過類も点検して、でナンバーつけて、ね、そして準備できましたよ、ね、これが一番本当はいいんですけどね、うん、それやっちゃうともううち誰も来なかったもんねって思いますけど、どう思います、ね、安いとこ行けばいい。そう、あ、そういえばね、なんかいろいろ話を聞くとね、どっかの大きいとこあるじゃないですか、大きいバイク屋さんね。でそこにね量販を頼んだら断る、前はだからできたのになんか断りやがってつって、いやもうできません、量販はできませんみたいなで、ね、でそこのステッカーが貼ってあるバイクはね、うん、ほら、いやそのちょっと見てほしいんですけどと、見たくないっていうそのステッカー見た瞬間、ああもうここで売ってるバイクはもう俺は見ねえってね、思いますよね、うん、思うと思いますよ、うん、あとね、あそこ、あそこもそうだね。だけどね、うちね、あそこのやつ見ちゃってんだよねいや変な話ね、どこどこの見てます、っていうかオイル交換とかしてます。そこでしか売ってないって言われ言って、買えないからっつってそれで買ってきたらしいんですけど、うん、そう、最近はね大きいとこほど行販しないみたい、うん、小さいとこほどは行販するけど、ああいいよっつって、大きいとこほど行販しないみたいですね。そのうちあれですね、荻山さんも共犯しなくなるかもねそんな気がしますね。まあそしたらそしたらね、まだ私はあ、ちょっともう買えないんで直接荻山さん行って買ってもらっていいですかって言うしかないですね、うん、うちそういう感じなんで、はい、どこどこ行って買ってくださいって言っちゃうんです、ついね、うん、そうなんですよね。そう、やっぱりね、どこもほら自分のところでどんどん売れるんだったら自分のところで売るもんね。あえて安くして共犯ね、同じ業者に売る理由なんかどこにもないですからね。そうだからやっぱりそういうのありますよね、うん。
台数やんなきゃいけないとかそういう理由じゃないからね。小木山さんのほら平行輸送で台数やる必要ないんで、それ普通に入れたやつを普通に売ればいいんだから、自分のところでね、で売れるんだからいいわけですよね。そう、まあ、そういうところですよね。うん、ね、と思います。いちご売れんのね。やっぱりいちごもやっぱりね、125がいいって人もいらっしゃるんですけど、やっぱりね、趣味的にちょっと趣味の度合いがあるかな、 この手のバイクって。やっぱ155の方に行きやすいんですかね。ヤマハ155出さなかったのは何だったんですかね。もう早く155出しちゃえばよかったと思うんですけど、軽二輪だともしかすると日本の保安基準取らないのかな。例えばヘッドライトとかどうですかね。ちょっと、まあ、私もよく分かりませんが、はい、そんなのはね、まあいろいろちょっとありますよね。なんで出さないんだってずっと言われてたでしょ。125にして出したから住み分けさせる必要もないしね、まだね、メーカーは気使う必要ないでしょ、並行車に対してね。うん、でも125が出たことによって非常に助かりますよ。部品使えるからね。エンジンの一部とそれぐらいじゃないですか。エンジンの一部くらいでしょ、違うの。他ほとんど一緒ですもんね。いい、そういう意味ではね、そういう意味ではいいですよ。ブレーキホースが違うとかありますけど、まあそうよ、それは買えないから別に。そうですけど、はい、よし、そしたら戻すかね。はい、戻して早くどんどんやりましょうね。急がないとさ、こんなだべってね、やってね、早くやれよっていう感じですよね。うん、そう。で、あとドライブレコーダーと ETC の取り付けっていうね、これなかなかヘビーなんだよね。そうなんですよ。そうね、結局ね、毎回違う車両だからいろいろ悩むんですよ。と、ああどうしようかな、しようかなってね。 KRV だったらもう大体もう何台ぐらいつけてますかね。大体でも ETC つけるからね。でドライブレコーダー、あ、ドライブレコーダーともそんな何台か、数台しかつけてないですけど、でもそういうふうにやってると大体こう、あ、こうやってやりゃいいんだってできるから、うん、外装外すのも慣れてるしね。これ外せない、あれどうやって外すんだっけかな。久しぶりですもんこれやるの。だジクさんも多分ね忘れてますよ。あの年末です、秋頃ですかね。いやー、どうやってこれ外すんだったっけなんつって。